孫策を襲ったのは曹操と通じた虚構の一味であった。孫吾の将らはこれを退けるも、戦での傷が元で孫策が倒れる。これを受け孫策に工事を託された孫権は周瑜と協議、孫策の命を最優先とし巨匠への進攻を断念した。この異変を聞いた孫策の妻大凶は夫の身を案じ軍営へと急行。しかし孫策は原因不明の病に伏し、生死の境をさまよっていた。周囲はこれを先の戦に現れた同志右吉の呪術によると判断。そのまじないを断つべく右吉が住まう遊郷へと足を踏み入れる。幻惑の地に向かう周瑜、孫権、大凶、太子寺。孫策を失いたくない。彼らの思いは一つであった。孫吾の知勇が怪異なる敵に挑む。そうです、おそらくは右吉なる同志のまじない。まじない？そんな。いえ、むしろ希望があります。まじないならば術者を撃てば消えるかと。その右吉という人を撃てば。わかりました、私もご一緒します。なりません。どのような危険があるか。まったく似た者夫婦ですね。一度言い出したら決して引かない。わかりました、共に行きましょう。しかしくれぐれもお気をつけて。右吉なる同志を討ち、孫策へのまじないを断つ。全軍城内へ進軍せよ。私は本陣を守るわ。みんな無理せずお願いね。
手分けして浮津を探すとしよう。孫家の兵たちか、あいつたちの痛み思わんではないが、我が力の源である壺を壊すと、これでは奴にかけた術が弱まってしまう。野心は乱世を深め、その名声を断つことです。
最深部へ着いたようだ。ここは別動隊の到着を待つとしよう。やはり引かぬか。ならばウムラにはここで死んでもらおう。
知力味わうがよいぞ。そうまでしてあの昇波を生かしたいか。あの力はソーランを糧とし、いずれ天下を。黙れ！貴様の妄言など知るか。私たちは兄上が必要なのだ。ウヌラもそうやって乱世を深める愚か者か。これもまやかしというのか。だが奴が放っていた禍々しい気配は消えた。なるほど、奴の存在そのものがまじないだったということか。ならばそれが消えたことで孫作も救われるだろう。さあ皆孫作のもとへ帰ろう。心配かけちまったな。本当です。でもよかった。兄上、これからはまた兄上の元で戦えるのですね。いや、バリまだ体に力が入らねえ。それに俺は後を頼んだって言ったろ、ケン。ですが。悪いな、もう少し寝かせてくれ。シュウ、剣を頼んだぜ。やるしかあるまい。